アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。令和4年11月6日、場所は大阪鶴見緑地球技場にて、 NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催、2022X3 リーグウエスト第2節振り返り戦となります。リードエフォートエールズ対三重ファイヤーバードの一戦がまもなく行われます。試合開始16時20分キックオフ予定です。両チームのご紹介をさせていただきます。本日手前側に陣取っておりますカラーのユニフォームネイビーを着用しておりますのがリードエフォートエールズ。2019年、コロナに騒がれるその直前に X3 に参戦しました新興チームです。この創部と同時に起用された株式会社リードエフォートエール、リードエフォートは地方国公立体育会系学生たちの就活支援をするための会社として設立されました。その彼らに対するエールも込めまして、そのチーム名はエールズという名前になっております。さまざまな方々を応援し応援されるチームになるというその思いを胸に、昨シーズンは昇格しなければ敗部という悲壮な決意を持ってリーグ戦に挑み、見事リーグ戦を制覇、そしてあと一歩でその言葉通り昇格というところまで挑むところにも至りました。しかし残念ながらそこへわずかに届くことが至らず、一旦チームは解散という形になったのですが、多くの方々の支援、そしてそのご協力、その応援の声に応え、チームを再結成して今シーズン挑んでおります。その期待に応えるように現時点でも1敗を堅持し、優勝争いに絡む戦いをしています。対しまして反対側に陣取っておりますのが、ホワイトユニフォームをまとっていますのが三重ファイヤーバード。こちら歴史を40年以上持つ古豪チームとなっています。その総部は日大出身者の選手が三重県にアメリカンフットボールを普及させたいとチームを立ち上げました。県内アメリカンフットボールの大学のフットボール総部にも貢献するなど、三重においてその共同法として奮闘しております。地域柄、なかなかアメリカンフットボールが浸透しづらい地域にはありますが、しかし長く X3 で活躍しているチームです。この両雄によります一戦が間もなく行われます。試合開始までしばらくお待ちください。令和4年11月6日、場所は大阪鶴見緑地球技場にて、 NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催、2022X3 リーグウエスト B ブロック第2節振り返り戦になります。リードエフォートエールズ対三重ファイヤーバードの一戦が行われます。試合開始16時20分キックオフ予定です。これより試合に先立ちまして両チームによるコイントスが行われます。手前側に陣取りますのが、本日カラーホームチーム扱いとしてネイビーのユニフォームをまとっておりますリードエフォートエールズ。奥側、ホワイトのユニフォームを着用しておりますのが三重ファイヤーバードです。エールズキックオフ、三重ファイヤーバードリターンで試合が始まります。この試合は1クォーター10分の正式ゲージで行われます。
ハドル解けまして、まもなく試合開始となります。試合はエールズのキックオフで開始という形になります。キックオフキッカーはエールズ24番の小林、京都工芸繊維大学出身のプレイヤーです。対しまして三重ファイヤーバードリターナーに入りましたのは80番、それと32番が入っています。32番は久保、兵庫県立大学出身のプレイヤー。このキックはしかし外へ出ました。キックオフのボールは外へ出してはいけません。この場合リターンチームである三重はボールが出た位置から5ヤード前進したところか、あるいは5ヤード下がって蹴り直させるか、あるいは30ヤードのバッタイとして自陣35ヤードからの攻撃のいずれかを選べます。三重は自陣35ヤードからの攻撃を選択しました。これにより三重の攻撃で試合開始という形になります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回、4回で10ヤードを前進し攻撃権継続とするか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずは三重ファイヤーバードの攻撃、自陣35ヤードからファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。さあまずランニング枠に託します。ハンドオフから中央突破を図りました。これによりまして三重約2ヤードゲインを獲得しています。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とします。その倒れた地点から次の攻撃となります。従いまして三重セカンドダウン8、攻撃権更新、必要距離8ヤードとなりました。2回目の攻撃に入ります。今度はパスです。パス成功。クォーターバック9番、オフェンスが開始地点より後方より一度だけできる前パスを敢行しました。これをワイドレシーバー32番、見事にキャッチしまして、約3ヤードゲインとしています。パスを投じたクォーターバック9番は日光、北海道工業大学出身。そしてパスを取りましたワイドレシーバー32番は久保、兵庫県立大学出身です。三重ファイヤーバード自陣41ヤードからサードダウン4の状況で試合が続きます。ここでホイッスル。三重ここで前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。その3回のうちの1つを三重この最初のシリーズでいきなり使いました。さあその最初の初手のシリーズでいきなりタイムアウトを取りました三重。このサードダウン4の状況、どのようなプレーを持ってくるのでしょうか。タイムアウトを解けます。三重ファイヤーワード、自陣41ヤードからサードダウン4。パス成功。ファースター、クォーターバック9番、ワイドレシーバー32番にパス、これを見事キャッチしまして攻撃権更新です。三重ファイヤーバードファースター。
トータル10ヤード前進したことにより攻撃権はリセットされ再び三重1回目の攻撃と戻ります。ボールオン自陣47ヤードから三重ファイヤーバードファーストダウン10。攻撃権更新のキャッチを決めたのはワイドレシーバー32番の久保でした。兵庫県立大学出身。ここで三重ショットガンフォーメーションに変えます。そこからランニングバックに渡して左オフタックのパワープレーと出ました。しかしこれはエールズディフェンス陣集まりよくこのランプレーによるゲイン2ヤードにとどめています。ランニングバックは16番下手でした。鳥取大学出身。三重ファイヤーバード自陣49ヤードからセカンドダウン8、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は8ヤード。パス不成功。ここでクォーターバック9番ミドルゾーンにいましたタイトエンド83番にパスを投じましたが、これを83番ディフェンスのカバーに合いましてキャッチできませんでした。パス失敗ですと元の地点に戻され攻撃権は一つ失います。したがいまして三重ファイヤーバード自陣49ヤードからサードダウン8、3回目の攻撃に入ります。この8ヤード、この3回目の攻撃でクリアできるでしょうか。ヘイルズナイスディフェンス。ここで三重はオプションプレー、クォーターバックが持つかランニングバックに走らせるかの選択プレーをしました。ランニングバックにピッチしましてオープンを走らせようとしましたが、これをエールズ2番が察知しまして約6ヤードのロスタックルとしました。アメリカンフットボールは前進をゲイン、後退をロスと表現します。素晴らしいタックルでロスを生み出しましたのは三重、失礼しました、エールズ2番のラインバッカー石井でした。広島大学出身。三重フォーメーションを変えましてパントフォーメーションを選択します。パントはキックによる攻撃放棄となるプレーです。これにより陣地挽回図りたかったところですが、スナップが乱れましてパンター思うような距離は稼げませんでした。しかし陣地を相手陣に戻しエールズ陣40ヤードの位置で攻守交代となります。今度は攻撃変わりましてリードエフォートエールズの攻撃と変わります。エールズ自陣42ヤードからファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は同じく10ヤード。パス不成功。クォーターバック11番ショットガンフォーメーションからロングパスを投じました。ターゲット17番でしたがプレッシャーからパス不成功となりました。パス失敗ですので攻撃1つ失いましてセカンドダウンと変わります。ヘールズ自陣42ヤードからセカンドダウン10。攻撃権更新、必要距離は同じく10ヤード。パス不成功。今度は手前に置きましたワイドレシーバー17番にパスを投じましたが、このパスもオーバースローとなりましてパス不成功となっています。ダウン失いましてサードダウン3回目の攻撃に変わります。エールズ自陣42ヤードからサードダウン10、3回目の攻撃に入ります。攻撃権更新になるでしょうか。パス不成功。クォーターバック11番再び後ろに下がりましてパスを投じましたが、このパスレシーバーとタイミングが合わずパス不成功に終わりました。フォースダウンに変わります。
エールズフォースダウン10でフォーメーションを変えます。こちらもパントフォーメーションを取りました。パントはキックによる攻撃放棄となるプレーです。しかしその距離によって陣地挽回を図れます。このパント転がりよく、ボールはミエジーの5ヤード付近で止まりました。この位置での攻守交代となります。双方ともパントとなりましたが、そのパントの製品によりまして陣地は三重陣深い位置に変わりました。この位置から三重の攻撃と変わります。アメリカンフットボールは基本的には点取りゲームです。したがいまして陣地そのものが勝敗の要因にはなりません。しかしプレーを選択した際、ミスをした際のリスクはその位置によって大きく変わります。この要素が陣地の位置取りにおいては大きな要素になってきます。かなり自陣深い位置からの攻撃となります。三重ファイヤーバード自陣6ヤードからファーストダウン10。この陣地を挽回しようと、まず確実なランプレーで突破を図ります。何枠16番ハンドオフを受けて右オフタックル付近をつきました。約2ヤードのゲインです。オフタックルはオフェンスラインマンのタックル、最も強力な選手の外側を指します。三重ファイヤーバード自陣8ヤードからセカンドダウン8。パス不成功。ここでクォーターバック9番プレイアクションパス、ランプレーをアクションからそこからパスを投じました。ターゲット80番でしたが、タイミング早くこのパス成功とはなりませんでした。ダウン1つ失いましてサードダウンに変わります。三重ファイヤーバードサードダウン8、ボールオン自陣8ヤード。QB サーク。クォーターバック9番、ここでワイドレシーバー32番にパスを投じようとしましたが、これを見計らってエールズ5番が QB サーク、パスを投じる前に倒しました。これにより約5ヤードのロスを奪っています。見事 QB サーク決めました。エールズ5番は山下、近畿大学出身のチームキャプテンです。三重フォースダウンロングの状況でパントになります。さあこれをエールズリターンに入りました。リターナー19番、三重のタックルが殺到するところ、これをかわして三重陣15ヤード付近で攻撃権確保となりました。果敢なリターンを見せましたがリードエフォートエールズの19番、サコン、摂南大学出身の選手です。これにより攻撃権変わりましてエールズの攻撃に変わります。エールズ相手陣17ヤードの絶好のポジションからファーストダウン10。まず外へ振ります。クォーターバックワイドレシーバー22番にヒッチパス、ほぼ真横の前パスを投じまして、そこからキャッチアンドランさせました。しかしこれはディフェンスの集まりよく、むしろ1ヤードロスに変えています。エールズ相手陣18ヤードからセカンドダウン11。攻撃権更新、必要距離は11ヤード、エンドゾーンタッチダウンまでは18ヤードの位置です。パス不成功。
クォーターバック11番プレッシャー浴びながら左に流れてターゲットを探しましたが、しかしプレッシャー殺到しパスを投げ捨てました。タイミングは非常に微妙でしたが反則となっておりません。パス不成功です。このパスの投げ捨てには様々な条件があります。あまりに露骨な場合にはこれ自体が反則となります。レールズ相手陣18ヤードからサードダウン11。パス不成功、しかしイエローフラグ反則が発生しています。審判からフィールド上に黄色いウエストが落とされますと、これは反則発生を意味します。果たしてこの反則どちらのチームにあったでしょうか。まもなく審判からそのコールがあります。ディフェンスの反則です。パスインターフェア。前パスが浮いている間に相手選手に接触して妨害しました。前パスが浮いている際は攻守双方ともに相手選手に接触して妨害をしてはいけません。この反則は重大な反則として扱われます。反則発生地点で自動的にファーストダウンという形になります。従いましてエールズ相手陣5ヤードからファーストダウンとなりました。これによりエールズ残り5ヤードをファーストダウン2ゴールとなります。エールズ相手陣5ヤードからファーストアンドゥーゴール。スワップミス。クォーターバック11番センターからの投げ渡されるスナップをファンブルしました。自ら抑えていますが結果的に大きく後退しております。エールズ相手陣20ヤード位置にボールがセットされました。エールズ相手陣20ヤードからセカンドダウン2ゴール。エンドゾーンまで20ヤードのシチュエーションを3回で挑みます。パス不成功。ここでクォーターバック11番ロングパス、一気にパスによりタッチダウンを狙いました。ターゲットは17番でしたが、しかしこのパスオーバースロー、パス不成功に終わっています。ダウン1つ変わりまして、エールズサードダウンに変わります。エールズ相手陣20ヤードからサードダウン2ゴール。3回目の攻撃、エンドゾーンまでの20ヤードをどのように攻略するでしょうか。スナップミス。センターのボールがかなり上ずっており、クォーターバックを抑えましたが、さらに後退する格好になりました。相手陣34ヤードの位置でフォースダウン2ゴールとなります。エールズフォーメーションを変えましてパントフォーメーションを取ります。フィールドゴールの蹴れる距離ではないという判断になりました。このパントは三重陣15ヤード付近でボールデッドとなりまして、この位置での攻守交代となります。結果的に三重リード エールズの猛攻をしのぐ形で攻撃権を確保することに成功しました。
攻撃権変わりまして、今度は三重の攻撃となります。三重自陣18ヤードからファーストダウン10。さあ中央へのランプレーを展開しようとしましたが、これはエールズ59番が素晴らしい上がりを見せまして、このランプレー1ヤードロスに変えています。エールズ59番は羽田、龍谷大学出身のプレイヤーです。オフェンスは残念ながら得点できませんでしたが、それをディフェンスチームでカバーしようとしています。三重次元17ヤードからセカンドダウン11。パスでゴー、ナイスキャッチ、ファーストダウン。ここで三重クォーターバックロングパス、右サイドライン際に走っていたワイドレシーバー32番競り合いながらこれを見事キャッチしまして、攻撃権更新です。三重ファイヤーバードファーストダウン。前節でも活躍しましたこのホットラインがこの試合でも機能しています。三重陣地返しまして、自陣48ヤードからファーストダウン10。さあ再び同じく右サイドライン際へのパスでしたが、このパスはしかしオーバースロー、パス不成功に終わっています。時計調整をさせていただきます。第1クォーター残り時間15秒となっております。三重ファイヤーバード、自陣48ヤードからセカンドダウン10。ナイスディフェンス。クォーターバック9番、パスと見せかけ QB ドローを展開しようとしました。しかしこれをエールズ59番が察知しまして、約5ヤードロスに変えています。エールズ59番、羽田がここで奮闘しています。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、リードエフォートエールズ0点、三重ファイヤーバード0点、両者無得点で攻守方向入れ替え第2クォーターに移ります。